6月民主構想は大統領の直接選挙制改憲を中心とした民主化を要求するデモを中心とした韓国における民主化運動の名称で1987年6月10日から6.29宣言が発表されるまでの約20日間にわたって繰り広げられた。この民主構想の結果大統領直接選挙制改憲実現などの一連の民主化措置を約束する 6.29宣言を全都間政権から引き出すことに成功した。任期6年目の全都間大統領にとって事実上最後の年となる1987年に入ると大統領の直接選挙制を実現するための憲法改正を求める声は日増しに強くなってきた。しかし、全都間政権は直接選挙制改憲に対しては拒否する姿勢を崩さなかった。そして、 4月13日に今年度中の憲法改正論議の中止と現行憲法に基づく次期大統領の選出と政権以上を趣旨とする書位4.135件措置を発表し現行憲法に規定された選挙人団選挙による間接選挙で次期大統領を選出することを明らかにしたこの4.135件措置に対し在野勢力や野党は一斉に反発 折しも1月15日に、ソウル大学工学生の僕、翔明が、警察による拷問で死亡した事件とそれに関わる、隠蔽工作の発覚で政権の道徳性に対する批判が高まっていただけに、民主化の機運がさらに盛り上がった。そして、5月27日に、野党も含む広範な反政府勢力を結集した、民主憲法、総取国民運動本部が結成され、 4.13、5県措置撤廃、大統領の直接選挙制改憲を最大要求に掲げることで国民の支持を広げることができた。また、国本が結成される1週間ほど前の18日には、天主教正義区厳禅国司裁壇の根性君新婦が、牧省明拷問致死事件について、さらなる真相を明らかにしたことで、政権に対する国民の不満に火をつける結果となった。 こうして、政府への不満と民主化を求める声が高まりを見せる中、国民運動本部は、牧章明君拷問殺害の鉄造、隠蔽球団と、五権撤廃国民大会を、与党、民主正義党の大統領候補を決定するための、全党大会が行われた6月10日に合わせて、開催した。無論、政府側は6万名余りの武装警察官を、動員して、会場を封鎖、 国民運動本部の幹部を自宅軟禁にするなどして妨害したが全国18都市でデモが発生。ソウル市中心部のミョンドンでは警察に追われたデモ隊がミョンドン聖堂に籠城し大学生やサラリーマンによる支援デモが聖堂の外で繰り広げられた。6 1例デモの前日9日には4世代学校学生の離反列が 戦闘警察が放った催涙弾の直撃を受けて渋滞となる事件が発生。催涙弾の乱射に対する抗議デモが全国各都市に拡大すると国民運動本部は18日を催涙弾追放の日として大々的に運動を展開し全国14都市で24万名がデモに参加。ソウル市では戦闘警察の一部が武装解除され、不山でも 市中心部の幹線道路が約4キロ余りにわたってデモ隊に占拠された。そして翌19日には全国79大学でデモが発生。20日夜には公衆で20万人以上が参加するなどデモは全国各都市に拡大した。民主化要求デモが空前の盛り上がりを見せる中、戒厳令の布告と軍出動の噂が飛び交った。その最中の6月20日、 国民運動本部は、声明を、発表 14.、14.135件措置の撤廃、26.10大会拘束者と両親衆の釈放、3集会、でも、言論の自由保障、4歳類男使用の中止、などを求めた。そして、これらの要求が受け入れられない場合は、国民平和大行進を決行することも、明らかにした。同月十四日、全都間大統領と、 金ヨンサム統一民主党総裁による会談が行われたものの具体的な成果がなかったことを受け、国民運動本部は26日、平和大行進を観行した。関係による実力阻止が行われたにもかかわらず、全国33都市と4軍で少なく見積もっても20万名以上が参加し、デモが行われた。この日の行われたデモでは、 全国で3467名が連行、警察署2カ所と発出署29カ所、民政党地区当社4カ所、市庁舎4カ所、警察車両20台が火炎瓶で燃やされたり、破損するなどの被害を受けた。この日行われたデモで事態の深刻さを痛感した政府与党は、ロヤス市グ民政党代表最高委員による実局収集宣言、いわゆる 6.29宣言を発表し、大統領の直接選挙制会見を行うことと、近大中の斜面、復権など民主化措置を実行することを表明するに至った。そして翌30日に、ロタイグ代表が、全都間大統領に申し入れを行い、7月1日に、大統領がこれを受け入れたことで、大統領直接選挙制を軸とする民主化が実現される運びとなった。 六点二九宣言の要点大統領、直接選挙制改憲と八十八年の平和的、政権以上大統領選挙法改正による、公正選挙の実施金往重の斜面、復権と、自局関連事犯の釈放拘束的指針の拡大など、基本的人権強化言論基本法の廃止、地方駐在記者制度の復活、プレスカード廃止など言論制度の改善地方自治、及び、 教育自由化実施政党活動の保障社会上化措置の実施、流言費護の追放、地域環状解消などによる相互信頼の共同体形成 6.2EQ 宣言を受けて政府は7月9日に近代中民主化推進協議会共同議長を含む政治判らの社面、復権を発表。そして与野党は憲法改正作業に着手。 大統領直接選挙制導入を軸とする会見案は10月12日に国会を通過、同月27日に行われた国民投票で9割以上の賛成を得て、確定し29日に第6共和国憲法が交付された。6月民主構想の結果、政権与党側の6.29宣言を引き出すことに成功し民主化が実現された大きな理由は、 学生運動権と財野勢力人士、野党権が民主大連合という大きな枠組みのもと一致結束して民主化運動を戦ったことにある。従来、学生運動権と野党勢力は方針をめぐって対立や葛藤することもあったが、6月構想では運動の司令塔的存在である国民運動本部に学生が歩調を合わせたことで、 組織的な運動を大規模に展開することが可能になった。同時に、この6月構想ではそれまで学生や在野の知識人が主体となっていたデモにサラリーマンや商店主など各界各層の一般市民が多数参加しており民主化要求が幅広い国民の要求となっていることを示すのに大きな効果があったと言える。 一方の全都関政権も翌年にソウルオリンピックを控え強硬措置を取ることが困難になっていた上政権の後ろ盾となっていたアメリカもレーガン大統領が新章を送って改憲令旋風に反対するとともに民主化を促進するよう促したことも大きな影響を与えた政権与党側が反政府勢力側に譲歩する形で6.29 宣言を発表したことで、1960年の4月革命への時とは異なり、新軍部勢力が民主化後も政治勢力の一員として参加することが可能となっただけでなく、権威主義政権から民主主義体制へのスムーズな進展を可能としたことも指摘できる。ありがとうございます。